こんにちは。うぷ主のディスコと。皆さん、こんにちは。青月カンナです。さて、皆様先日開催されていた Amazon 2024年新生活セール、何かお買い物はされましたでしょうか？新生活セールってことは、やっぱり白物家電とかみたいな、生活家電が安くなったりお得だったりするセールだったんですよね。大体そんな感じでしたね。ポイントアップ対象も洗濯機乾燥機、テレビとか空気清浄機とかみたいな新生活で使いがちなものがピックアップされてました。私は今回もセールに合わせてお買い得品探し配信をさせていただきました。たくさんのご視聴誠にありがとうございました。で、何かいいものは見つかりましたか？やっぱり生活家電系とか生活雑貨系も割と安かったり、CIO さんのバッテリーとかも過去最安値くらいまで安くなってたりとお買い得品は意外とあった印象。ビッグセールってわけでもないんですが、それにしては結構安くなってるものは多いなって感じではありましたが、唯一今回大きな値上がりを感じたのが、割と欲しかった人からは阿鼻叫喚の声をいただきましたが、安かった中華系 M.2 がめっちゃ高くなってる。例えばモンスターストレージ、ハゲとか1万円ぐらいで買えた時期もありましたからね。今は、1万5千円くらい、3から5千円近い値上がりは確かに大きい。次のビッグセールでこれが安くなるのかどうかですよね。正直232層何度ももう在庫型は収まってるでしょうし、どうなんだろうか。とまあ未来の話はその時考えるとして、とりあえず今回は Amazon セールで購入したものと、あとはその前後で普通に欲しくて買ってたもの。ということで、最近の購入物紹介動画って感じでやろうかなと思ってます。マジで PC ガジェット関係ないものも紹介しますのでご了承ください。まあ、毎回。洗剤とか飲み物とか紹介してますからね。あとはゆるくやってるんで、うぷ主の声多めになってるのも許して。では早速ですが、セール前に買ったものから紹介していきますか。ではまずは1箱目から見ていきましょうか。スタンダードなアマゾン箱。これ開けやすくて好き。これはセール始まる前だったんだけど、なんか安くなってた時に買ったんですよね。はい、ということで1つ目はゲームのコントローラーですね。ちなみに新生活セール前からだいたいこのくらいの価格でした。ハイパーキンってメーカーかな？でね、まあ、なんでこれを買ったかっていう話なんですけど、まあ一つは安くなってたからっていう、結構安くなってて。で、しかもね、まあ、私世代的にゲームボーイアドバンスとか、ゲームボーイカラーとかもそうなんですけど、こういうね、このスケルトンデザインがめちゃくちゃかっこいいという世代で育っているので、このスケルトンデザインのコントローラーかっこいいなっていう、まあ、色もいいなって思ったんですけど、それ以上に今私が愛用してるコントローラーがこの 8bitdo さんのスーパーファミコンベースの、なんて言ったらいいんだろうね、これスーパーファミコンをベースにプレステみたいなボタン配置にしたコントローラーなんですけど、これをねめちゃめちゃ愛用してまして、これはこれでめっちゃ使いやすいんですよ。十字キーがこっちにあって、しかもこの十字キーがね、すごい操作感がいい十字キーで使いやすいんですけど、ここにこのアナログパッドがあるコントローラーも欲しいなって思ってて、でこれがですね、ちょうど私のニーズドンピシャで、この十字キーとアナログパッドの位置が逆なだけみたいな作りなんですよね。まあ、こっちは十字キーアナログパッドで、こっちはアナログパッド十字キーっていう作りになってるんで、まあ、ちょっとこれ一個試してみようかなと思って買った次第です。ハイパーキンっていうメーカーなのかな。はい、ということで購入理由は今お話しした通り、ずっと使ってる 8bitdo さんのコントローラーはマジで使いやすくて超お気に入り。なんですが、レトロゲームとか 2D ゲームをやるには十字キーが左にあるのが使いやすいんですが、3D ゲームをやるときに上にアナログスティックがあるのを試したいなって思ってまして。なるほど。ちょうどそれで安くなってたわけですね。そうそう。Xbox 互換というか公式ライセンスらしいので、まあ PC ゲームでも対応してないものはほぼないだろうというわけですね。まあ別で動画にすることはないと思うんで、ちょっとだけ開封パートも。普通って感じですね。ショップからハイパーキンのステッカーがついてきましたけど、まあこれ使うかな。あとは取扱説明書、一応日本語で書かれてますね。日本語で書かれてるけど、めちゃくちゃシンプルなんで、まああってもなくてもって感じだね。あーよかった、サイズ感もねちょうど思ってたぐらいですね。結構大きかったらどうしようかなと思ってたんですけど、ちょうどね、まあ、若干このハイパーキンの方が、この、何？持ち手が、ちょっとこう、ティアドロ型っていうのかな？持ち手がちょっとこう、膨らんでる分大きいんですけど、大体の持ち心地は、同じぐらいのサイズ感かな。で、裏に、
こっちはね、ほぼ平面なんですよ。まあ、スーファミコントローラー昔握ったことある人だとわかると思うんですけど、こう、引っかかりがない平面なんですけど、こっちのハイパーキンの方は、ここは、こう引っかかる、指が引っかかる、こうホールドできるタイプのコントローラーですね。まあ、結構ね、このツルツルな感じも持ちやすくて好きだったんですけど、まあ、やっぱこっち引っかかりある方が、こう、集中してプレイした時にはいいですよね。で、あと一応ね、この、8ビットドゥーさんのやつ、この大きさで R2、L2 があるんですよ、ここに。ただね、今回、こっちの新しく買った方は、それがより大きく、まあ、トリガーっていう呼び方になってるのかな？バンカートリガーだっけ？みたいな感じで用意されてますね。ということで、新しく買ったコントローラーですが、ホールド感の違いと、アナログスティックと十字キーの位置関係以外はほぼ全て既存のコントローラーと同じ感覚。サイズ感もほぼ同じで良かったですね。ですね。この前試しにリスクオブレイン2で1時間半ほど使いましたが、普通に使いやすかったんで今後も長く使おうと思います。では次、これに関してはもう Amazon ですらないんですが。はい、これは私の動画チャンネルをやってきて多分初めてなんすけど、無印良品で買ってきたものも紹介します。しかもコスメ用品。投稿者さんがコスメ用品。まあコスメ用品なんだけど、私は別の目的で買ったんだけどね。無印でめっちゃいい感じのもの売ってたんで買ってきちゃったんですけど、一応ね、ものとしてはメイクボックス、まあ、簡単に言うとあれですよね、あの化粧品とかを入れる箱だと思うんですけど、最近カメラを入れて運べる、まあ、運べるって言っても、あのアマチュア無線でちょっと外に持ってくぐらいなんで、カメラ機材を一気に入れて運べる箱を買おうかなと思ってたんですよ。これいい感じのサイズだなと思って中見たんですけど、これね、メイクバッグっていう名前だけど、めちゃくちゃ色々使えて便利そうだなと思ってちょっと買っちゃって、しかもね、お値段がいくらだったかな、3000円ぐらいなんですよ。で、他の無印のバッグって結構いい値段してたんですけど、このね、メイクバッグ、メイクポーチ、何？メイクボックスはすごい安くて3000円ぐらいで、若干のちょっとクッション感があんまりないんですけど、厚紙みたいなプラスチックみたいなのが間に入ってて、外からの衝撃はそのままダイレクトにはいかないようにはなってるんで、本当はメイク用の筆みたいなのとか入れるスペースだと思うんですけど、これいらなければこのまま外せるんですよね。さらにここに物を収納できるスペースがあって、これここに入んないかな、あでもギリギリちょいきついか、いや入るな、モバイルバッテリーとかこのままここに入りますね。あ、めっちゃ入るわ、全然入りますね。ということで、これはセールも Amazon も関係ないんですが、最近買ったこれいいよってものとして無印のメイクボックス。内部がかなり広いことに加え、収納できる場所も割と多いので、私は屋外で無線に行くときにバッテリーとかカメラを入れていこうかなと。まさかこのチャンネルでメイクボックスを開封するときが来るとは。ただ意外と内部はペラインで、これだけだとカメラを入れて運ぶのに少し不安が残るので、改造用品を Amazon セールで発注。ここからはアマゾンセールでの買い物報告です。まず1点目ですが、はい、オーディオテクニカさんのカメラ用ピンマイクを買いました。これから暖かくなって無線にもよく行くことになるだろうし、その時に使おうかなと。では次、これがさっきのメイクボックス改造用の1つ目ですが、 3M の両面テープ、強力タイプですね。ほう、両面テープとな。この多用途タイプが何にでも使えて万能だからおすすめ。で次、めっちゃでっかい箱なんですけど、超軽いんですよね。あ、これこういう風にそのままダイレクトに入ってんだ。クッション用のウレタンフォームっていうんですかね。この前買ってきたあのカメラケースにしようと思ってるって言ったあのメイクボックスか。で、それのちょっと改造に使おうかと思ってます。ちょっと改造しちゃおう。ということで、3M の両面テープとこのウレタンフォームですが、これは双方ともにこのメイクボックス改造用に購入。メイクボックスの費用が3000円くらいで、改造費用は全体で500円くらいだったんで、3500円くらいでカメラを持ち運べる箱を作りたいなって計画。なるほど。メイクボックスの箱の薄さを、安いウレタンフォームでカバーするわけですね。ですね。ウレタンフォームを敷くことで厚みも増しますし、衝撃にもかなり強くなるので、さすがにカメラを入れるなら必須かなと。ということで10分くらいで改造したのがこちら。よし、できた。はい、ということでこんな感じでですね、中をウレタンフォームで仕切ってみました。一応サイズ感としてはこの GH5 にオリンパスの広角レンズがちょうど入る大きさにしております。で、ウレタンフォーム貼ったんで、まあ何もなかった時に比べれば対衝撃性もだいぶ上がってるんじゃないかなと思います。ということで、超簡単だけどこんな感じで仕上がりました。内部をウレタンで2つの空間に分けて、
カメラ用と付属品用にしました。これ、レンズとかたくさん持ち歩きたい人は、もう片方の空間にもウレタンで仕切りを作って、そっちにレンズ専用スペースとか作っても楽しいかもです。あと 3M の強力やん面はやっぱすげえ。ウレタンと架線の接着ですが、もう外すならウレタンをちぎる勢いでやらないといけないくらいしっかりくっつきました。お値段を考えると、割と使い勝手良さそう。ガチで持ち歩くっていうよりちょっと外に持っていくくらいなんで、まあこれくらいでいいかなと思いました。では次。次は実はトラブルがあったんですよね。まあ私もセール配信をしているので、リスナーさんから置き配トラブルとか、時間指定トラブルとかは時々聞いていたんですが、今回は初のパターン。え、なんだろ。ぶっちゃけこんなことありえるの。ってびっくりしたんですが、まあ順々に中身を見ていきましょう。エビゲール。まあ私は圧倒的にダブル派ですね。次のセールまでこれで持つでしょ。で、あとこれ何？ランパウ。あ、これあれだ。USB-C ケーブルだと思いますね。え、こんなの買ったっけ？フィリップスパワーバンク。え、なんか送られてきてるもの間違えてない？フィリップスのバッテリー買ったんすけど、え、何これ？え？嘘でしょ？ちょっと待って。Amazon さん多分これ間違えてんじゃないかな。この箱？なんか買ったっけ？こんなでっかいものって思ったら、フィリップスさんの、私が今回欲しかったモバイルバッテリーが、これ何個入り ?1,2,3,4,5,6,7,8,9、10個入り？え、嘘でしょ？これ2000いくら？え、ちょっと待って、私、めちゃくちゃ間違えてる。なんとですね、私今回のセールでフィリップスさんの PD20W バッテリーを1個買ったんですが、届いたのが10個入り。今私は疑心暗鬼になっていて、1個買ったつもりが10個、3万円弱買ったんじゃないかと青ざめてます。すっげえ数買った、もしかして。こりゃ青ざめるわ。で、購入履歴を見てみたんですが、2800円しか払ってないっすよ。え、嘘、これどうしよう。Amazon のカスタマーセンターに連絡した方がいいか。ということで今回のトラブルが何かというと、1個買ったら箱で10個届いたって話です。こんなの初めて。バブルかな？ちなみにさすがにこれを懐に収める気はないので、この後カスタマーサポートに電話します。まあ一応ね、1個は買ったんで1個は開けていいと思うんですけど、これ薄型のバッテリーを探してて、で PD もそこまで大きい電力出せなくてよかったんで、これ 20W までなんですけど、思ってた通りの薄型ですね。ちゃんと PSE マークもついてて、でちょうどね、このケーブルをこっから挿して使おうかなと思ってた感じで買ったものですという感じなんですけど、さすがにこれ10個届くとは思わなかったわ。こちらの商品の返品をご希望の場合は一応お世話になってます、よろしくお願いします。モバイルバッテリー1万 mAh は PD20W っていう商品を注文させていただいたんですけど、でこちらが一つかなと思って注文をしたら、箱で10個入りが届いたんですね。あーですよね。そうしましたら箱で届いてるんですけども、開けてしまって中から1個は出してしまって大丈夫ってことですよね。いえいえ、こちらこそ。ではちょっとすみません、郵送できるのが月曜以降になってしまうんですけど大丈夫ですかね。ということでカスタマーサポートのお電話でどうしたらよいかを聞いたところ、はい、ということで今 Amazon さんへのお電話完了しました。まあ、結果としましてはやっぱり1個ですと、やっぱり1個の金額で本当は1個の商品だったっていうことで、9個は返品してくれるとありがたいっていうことで返品させていただきます。で、返品でね、なんか、ありがとうございますって感じで500円のクーポンいただけたらしいんで、皆さんも手元に届いたらぜひ、返品してあげてください。結構ね、やっぱり私も小売りの方から聞いたことあるんですけど、1個、在庫が変わっちゃうと、それを取り戻すためにめちゃめちゃたくさん売らないといけないっていうことにもなってしまうので、皆さんもお手元にいますし、私配信でね、これ買おうと思ってんだよねって言っちゃったんで、買った方いるかもしれないんですけど、もし数間違っておいたらぜひ、返品してあげてくださると嬉しいです。ということで、一旦、ことの顛末でございました。はい、ということで9個は後日カスタマーセンターに向けて返品されていきました。いやー、マジでびっくりした。もし同じ状態の方がいたら同じように返品をお願いします。こんなこともあるんですね。めったにないことを経験できました。ということでこれは無事解決して、今私のカメラ用のバッテリーとして活躍中です。ということで次の商品もジャンルとしては消耗品ですね。さっきのトイレットペーパーに続き、次はティッシュペーパー。こういう消耗品もセールででかいのを買ってます。 Amazon で消耗品を買うメリットとして、業務用ってレベルの個数が入ってるものを買うことができるんですよね。トイレットペーパー、ティッシュペーパー、洗剤は特にそうなんですが、いつかは消費するし、まとめて買っておいても損はスペースを取ることくらいなんで、まとめ買いが好きです。まあ食品と違って、すぐに腐るものではないですもんね。
うちではある程度ルールを決めていて、ストックがいくつを切ったらセールの時にまとめて買うって感じでローリングストックみたいにしてます。万が一災害とか大雪とかあった時もしばらくは使う分を残せるので、なくなってから買うではなく余裕を持って買うって感じっすね。で次は食品が届きました。冷凍ですね。これうまそうだなーって思って、実際に頼んだことある人から美味しいよって聞いたんで買ってみました。お、恒例の冷凍食品タイム。何かというと、スターゼンさんというメーカーの海苔巻きチキン。もう名前からしてうまそうでしょ？商品はこれ。別にセールで安かったわけでもなんでもないんですが、マジでうまそうで思わず買っちゃいました。しかも、揚げ直してもうまいみたいなんですが、このままレンジでチンしても食べられるらしいんで、手軽さも魅力だね。1キロ入りで3000円と考えると、確かにいいかもですね。今後おかずがもう一品欲しいなーって時に食べようと思います。というか、こういうのに使うノンフライヤーも欲しいんすよね。おすすめあったら教えてください。では次の商品。まあこれもセール関係ないんだけど同じ日に届いたんで動画にしますね。実は先日の5周年配信で話した通り、新デザインのグッズを販売開始しまして。すずりさんで自分でも買ったものが届いた感じですね。今回届いたのはマグカップ。これですね。配信ではお話しさせていただいたんですけど、活動5周年記念で、5周年記念グッズを、実は、これ、大判マウスパッドなんですけど、発売させていただいておりまして、マグカップを作ってたんですよね。それが、たまたま同じ日に届いたっぽい。印刷めっちゃ綺麗だし、いいな。このマウスパッドも思ってたよりも発色がかなり良くて、気に入ってるんですけど、こちら、現在、秋葉ジャンクスさんで、委託販売させていただいてますので、秋葉ジャンクスさんでお買い求めいただけます。そのマグカップが、今日は、届きました。ということで、現在こちらの大判マウスパッド、秋葉ジャンクスさんにて販売していただいています。あと、通販は準備中。3月中に用意する予定。あとは同じデザインの別グッズと、ドット絵デザインのグッズもすずりさんにて販売しておりますので、もしよければ見てみてくださいませ。で、ここからはもう残り少ないですが最終日に買って届いたもの。次は割とセールの度にちまちま買っては交換している消耗品。実はセールではよく触れているんですが、実際に製品を買うのは初めての、ネクストレージさんの SD カードを実際に買ってみました。お、ネクストレージさんですか。確かソニー系なんでしたっけ？そうそう、元ソニーのエンジニアさんたちが集まって作ったとか聞いてます。日本の会社だし、使ってる人の話を聞いても結構品質もいいみたいなんですが、いかんせん知名度の関係からか、なんかお値段すっげー安いんだよね。特にセールでは常連で毎回安くなってるんで買いました。もし使ってみて特に何も問題がなければ、せっかく国内企業だし、お値段も安いし今後はネクストレージさんにシフトしようかなとか思ってます。では次で最後。これ超重いんで部屋まで運んで撮影するのがきつかったんで、玄関で受け取った写真ですが伊藤園のレモン風味炭酸水2箱48本。また、炭酸水買ったんですか。すごい消費量ですね。日に一本は飲んでるんでこれで1ヶ月ちょいでなくなるんすよね。私アルコールはアレルギーレベルで弱いんで、もともと炭酸ジュース系が好きなんですが、さすがにコーラゼロとかガブ飲みするのは体に悪いよなぁと思って、ここ数年は炭酸水にメインの飲み物をシフトしました。飲み慣れるとうまい。あと、前回のセールではコカ・コーラのアイシースパークを試しに買ったんですが、今回はいつもの伊藤園のやつに戻しました。飲み比べて決めた感じ。伊藤園の炭酸水を買い足しまして、私結構ね、いろんなところのこのレモン味の炭酸水飲んでるんですけど、こっちがアイシースパーク、コカ・コーラが出してるこのアイシースパークと伊藤園のこの炭酸水、今回飲み比べてみたんですけど、まずそもそもの話として、コスパで言うとこの伊藤園さんの方が圧倒的にいいんですよね。っていうのも伊藤園さんこれ 500ml とかだったんですけど、アイシースパークね、若干容量が少ないんですよね。伊藤園さんの方が容量は多い。あとは香料、このレモンの香料が入ってるんですけど、香料の感じもね、私伊藤園さんの方が好きなんですよね。ただ炭酸の強さは、なんかアイシースパークの方が強く感じるけど、どうなんだろうっていう。飲み比べるか。うん。なんか伊藤園さんの方が、ほのかにレモンって感じですね。で、アイシースパークはね、結構炭酸強めなんですよね。もう、音の違いでもわかると思うんですけど、結構炭酸強くて。うん。めっちゃ炭酸強いんですけど、なんかちょっと、機械的なレモンっていうのかな。なんかちょっと機械的なレモンの味するんですよね。で、個人的に味は、やっぱこの伊藤園さんのほのかなレモンの方がうまい。炭酸マジで強いの好きなんで、
こっちの IC スパークも捨てがたいって感じなんですけど、まあ総評として私は今後はやっぱり伊藤園さんのやつを買っていこうかなと思いました。ということで、私は伊藤園さんのレモン味の炭酸水が好きなんですが、皆さんの炭酸水のおすすめがあれば教えてほしいっす。ってことで、購入物はこれで以上ですね。今回は一波乱ありましたが、セール買い物報告動画は以上で終わろうかと。皆さんは新生活セールで何か面白いものとかゲットできましたでしょうか？もしよければコメントで教えてくださいね。ということで、今回の動画はこの辺で。カンナちゃんよろしくね。はい。皆様ご視聴誠にありがとうございました。もしよろしければ、チャンネル登録もお願いします。ではまた、次回の動画でお会いしましょう。それでは。